ここからは天気の情報そらいろ図鑑です。東さんお願いします。はい、お願いします。まずは天気図から見ていきます。今日の天気図からですね。今日午前9時の天気図です。はい、高気圧が東の方へ移動していきました。その結果ですね、高気圧の縁を回る東寄りの風が今回ですね強く吹いたんですね、はい、この風に乗って湿った空気が流れ込み雲が広がりましたが、それだけではありません。海上がですね、強い風によってですね波が高くなったんですね、うん、一時波浪警報が県の西部に発表されていました。現在は解除されているんですけれども、引き続き明日の昼頃にかけて、警報級の高波に十分注意をしてください。さて明日見ていきましょう。この高気圧を割って入るように今度は低気圧が、発生する見込みです。ですので東寄りの風はなくなりまして、波はどんどん穏やかになっていくんですが、この低気圧の移動がですね、日本海に進んでいく見通しなんですね、うん、ですので今度は低気圧に向かって南から湿った空気が入ります。その結果今回はですね曇りではなく雨となる見通しなんですね、はい、はい、各地の天気を見ていきましょう。雨マークが並んでいますね。はい、降水確率を見てほしいんですけれども、はい、午前中よりも午後が高くなっていますよね。そうですね、はい、ということでですね、午前中朝は雨が降っていなくても夜降る可能性が高いですので、明日朝傘を忘れずに持って出かけてください。場所によってはね大雨となる恐れもあるんですけれども、明日の雨の予想を見ていきましょう。はい、はい、日付変わって午前0時から見ていきますが、午前中はですねほとんど降らないんですよね、うん、午後になるとこのように雨の降るエリアがどんどん広がっていきます。そしてですね小さな低気圧もやってきたりして、夜ですね夜になるとかなり強く雨が降る可能性がありまして、雷を伴い激しく降る恐れもあります、はい、この強い雨がですね明日の朝午前中明後日の午前中ぐらいにかけて続く見通しとなっています。予想される雨量なんですけれども、雨が強まるのが明日の夜からなんですね、はい、その明日の夜からの12時間半日でですね多いところで150ミリくらいの雨が降る予想なんですね、うん、高知市の10月1ヶ月分の量がだいたい200ミリですので、はい、半日でこれだけの雨が降るというのはこの時期としてはちょっと多いんですよね。ですね、はい、ですので雨の降り方に十分注意が必要となっていきます、はい、気温を見ていきましょう。朝の最低気温は雲が広がる影響で冷え込みが弱まり、各地ともかなり高くなります。20度前後です。日中の最高気温も25度くらいと、秋はですね気温差が大きい日が多いんですけれども、明日はですね気温差が小さくて気温の面では過ごしやすくなりそうですね、はい、さてこの先なんですけれども、明日は雨、その後もずっと雨となる可能性があるんですね。16日間予報なんですけれども、10月も下旬に入りましたが、10月いっぱいまでですね、はい、雨となる日が多くありそうなんですね、うん、秋雨前線の影響であったり、またこの今週末はですね熱帯低気圧の影響もあるかもしれません。こちら、今後12時間以内に台風20号になると予想されている熱帯低気圧なんですけれども、はい、進路を見ると5日先までの進路はですね西の方へ進むという見通しとなっていて、日本列島からは離れていくという進路図にはなっていますが、この時期秋雨前線がかかっていることでですね、台風が離れていても秋雨前線を刺激する可能性があるんですね。離れていても大雨となる恐れがありますので、今回は要注意となっていきます。雨の予想を見ていきますけれども、はいはい、台風はやっぱり西へ進んでいくんですが、日本列島を見ると秋雨前線がかかっているんですね。ですので台風が離れていてもこの前線を南から湿った空気が流れ込む影響で刺激する可能性があります。はい、ということでですね、まだ進路の予想にブレはある状況ではあるんですけれども、大雨となる想定も持っていてください。はい、おしまいに週間予報ですね。この先ですけれども、やっぱりずっと雨、この週末台風の影響が出るかもしれませんので、最新の情報をこまめに確認をするようにしてください。ということで明日のポイント、夜は雷雨となる恐れがありますので大きめの傘を持って出かけてください。そらいろ図鑑でした。